皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トサン TV、 トサンでございます。さあ本日も始まりましたトサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は岸田首相がキーウを電撃訪問でございます。では参ります。本日撮影日は3月の21日でございますけれども、春分の日ですね。すごい春分の日になりましたということなんですが、岸田首相がインドを訪問したその足でポーランドに向かいまして、キーウに向かってゼレンスキーさんと、まあ、首脳会談をするというニュースが入ってきました。まずは日程から行きましょう。こちらでございます。独自ということで、岸田首相がウクライナ電撃訪問へ、岸田首相がウクライナを電撃訪問、訪問先のインドから極秘で21日ウクライナに向かいましたということなんですが、極秘とは何ぞやっていう話ですね。到着する前にバレとるやないかっていう話で、しかもですね、電車に乗り込むところなんかももう全部映像で出てきてるわけですよ。全然極秘じゃねえじゃねえかということで、最初このニュースが出た時にちょっと日テレにムカッときたわけですよね。我が国の首相の危険にさらすような報道ってどうなのよということで、ムカッときたわけです。これはなぜかというと、日本の総理大臣、首相というと権力者というイメージをメディアがずっと作ってきておりますけれども、我が国は法治国家なんですよ。法的な立て付けで言うと、我々が持っている主権を首相に貸してあげてるんです。で、我々の代わりに政治的な仕事をしてねということで主権を貸してあげてる。つまり首相の上司に当たるのは誰かっていう話なんですけども、それが我々国民であるということですね。我々の部下を危険にさらすとは何事だと。しかもみんなが主権を渡してるので、ものすごい権限持ってる、ものすごい責任持っている仕事を預けてんだと。その部下を危険にさらすとは何事だというふうに思ったんですけれども、あれあれと思うニュースが同時に出てきておりました。それは何かと言いますと、こちら外務省のホームページでございます。岸田総理大臣のウクライナ・ポーランド共和国訪問ということで、外務省にも出てるんですよね。ということになると、そもそも政府も極秘にする気なかったんじゃないのっていう気になります。今回たまたまと言いますか、まあ、日テレがご指名を受けて報道してもいいよという形で了解を取り付けた上で、この岸田さんのニュースっていうのを拡散したんじゃないかっていう気がするんですね。その観点から見てみますと、珍しく日本が中国に情報戦を仕掛けたんじゃないのかっていう気がしてくるという話でございます。今回の日本のこの動き、気にしたいトピックスで2つ挙げたいと思います。一つが、ロシアの核使用をどう封じ込めるのかというところ。もう一つが、中国が主導する和平交渉、この仲介役というのをどう封じ込めるのかという話でございます。まず、ロシアの核使用に関してなんですけれども、実はですね、今回、中国とロシア、中ロ首脳会談、公式の首脳会談の日が3月の21日でした。すでに首脳会談のニュースは出てますけれども、あれは非公式の首脳会談なんですね。立て付けとしては食事会です、ただの。食事会の上で非公式の首脳会談もついでにやりました。それが4時間半もありましたっていう話なんです。公式の首脳会談は21日。365日ある中で、その日にドンピシャでこのキーウ訪問を日本がぶつけたということになりますね。この中国とロシアの首脳会談で当チャンネルとして注目しているのは、習近平さんがプーチンさんに向かって、中国は核の使用だけは認めないということを発信するのかどうなのかというところを注目しております。その情報は現在上がってきておりませんけれども、これを日本が焚きつける方法として同じ日にぶつけてきたんじゃないかということですね。ということで、岸田首相とゼレンスキー大統領のこの首脳会談で期待したい部分、おそらくですね、ニュースに出てくるのは、G7 の広島サミットへの正式な招待、そして、軍事的な支援以外での日本からの手厚い支援の話というのが、ニュースとしては出てくるというふうに思います。それプラス中国に対する情報戦としてぜひ話題に挙げてもらいたいのが、中国とウクライナで結んでいる友好協力条約、この条約についてなぜか日本が話題に挙げるというところですね。ここを期待したいなというふうに思います。そういえばゼレンスキーさんと、お宅の国は中国と友好協力条約結んでますよねっていう話を突然日本がするわけですよね。結んでますよと。確かあの条約だと、ウクライナが、まあ、核の脅威にさらされた場合、中国が安全保障を提供すると、中国が守りますよっていう、そういう条約でしたよねと。そうですよと。
今回ロシアが核を使用するんじゃないかという懸念がありますけれども、中国はこの条約に基づくと、ロシアの核使用って絶対認めませんよねと。もしロシアがそれでも核の使用をしてきたら、中国はウクライナ側に立ってきっと動くんじゃないかな、みたいな話をぜひしていただいて、それをニュースに乗っけて世界中に拡散していただきたいと思いますね。そうすると中国はロシアに対して核使用だけは絶対中国が認められないということを話をするべきだという圧力が加わってくるということです。同じ日にぶつけて、もしゼレンスキーさんとそういう会話をするんであれば、明らかに日本は中国に対して珍しく情報戦を仕掛けたんじゃないかということが言えるんじゃないかと思います。そしてもう一つ注目していきたいのが、中国主導の和平、中国の仲介役をどう抑え込んでいくのかということなんですけれども、これに関しては実は1ヶ月ほど前、林外務大臣が手を打っております。国連総会でのスピーチなんですけれども、こちら鶴岡先生のツイートになります。中露がたとえ偽りであってもと書いてありますが、停戦を主張し始める可能性を受けて、今年2月の林外相の国連総会スピーチを早期って書いてありますね。実は2月に国連総会で林さんがスピーチをしておりますが、ものすごいいいスピーチしたんですよ。で、そのスピーチに関しては、こちら外務省ですね。外務省のホームページのところ全文 PDF から閲覧できるようになってますので、概要欄に貼ってきますね。興味がある方はぜひご覧になってみてください。ものすごいいいスピーチをしました。で、このスピーチはどういうスピーチだったかというと、偽りの平和にしてはいけない。それは次の戦争を生むっていう話ですね。当然この戦争を終結させたいんだけれども、原則に則らなければいけない。原則とは何かというと、法に則ってちゃんと終わらせなければいけないということです。つまりどういうことかというと、ロシアがウクライナを不法に侵略して占領している地域から全部撤退をした上で平和というのが訪れないと、次の戦争の呼び水になってしまうと、偽りの平和になってしまうっていうことですね。ここを釘を刺しているスピーチなんですよ。ものすごいいいスピーチをしました。そしてこの林外相のスピーチの内容というのを、日本はこれから繰り返し繰り返し国際社会で訴えなければいけません。どの場で訴えるのが効果的かと言いますと、今年日本は G7 の議長国なわけです。そして G20 の議長国はインドなわけですね。こういう国際舞台の首脳が集まる場でしつこくしつこく繰り返し情報発信をしていかなければいけないということになるんですけれども、今回、キーウに電撃訪問する前というのは、インドのモディさんと首脳会談をしておりました。これですね。はい、そこですね、岸田さんがその後記者会見で、まあモディさんとどういう話をしたかというところを喋っているわけですけれども、その中で5月に開かれる広島で開かれる G7 のサミット、ここに G7 以外の国を招待しました。どういう国を招待したんですかというところで8カ国を挙げております。その8カ国がインド、インドネシア、オーストラリア、韓国、クック諸島、あとコモロ、これはアフリカの国になります。コモロ、ブラジル、ベトナムということでございます。これから経済的に成長してくる国、そして中国包囲網の上で鍵を握る国をこぞって集めたということになります。ちなみにこの中でよくわからんコモロって何ぞやっていう話なんですけど、コモロというのはアフリカ大陸の東側にちっちゃい島があるんですけども、そこがコモロという国になります。人口はね、85万人ぐらいしかいないような小さな小さな国。じゃあなぜこの国を G7 に招待したのかといえば、コモロという国が2023年アフリカ連合の議長国なんです。アフリカの代表なんです、今年コモロは。ということで、コモロもちゃんと招待しているということですね。非常に中国が嫌がるというか、中国包囲網を形成するための招待をしている。これを、実はインドとのモディさんの首脳会談の後に記者会見で発表しているということですね。うん、実にいい動きをしている。こういう場で、きっちりと中国の仲介役というのは、その次の争い、侵略戦争を生む可能性があるんだっていうことをしつこく宣伝していって、ここでも情報戦を仕掛けてほしいなというふうに思います。ちなみに中国の仲介役に関してはアメリカも懸念を表明しております。こちらですね。はい、アメリカのブリンケン国務長官でございますが、中国ロシアを牽制ということで、戦術的な動きに世界は騙されてはいけないということですね。うん。要するに、ロシアがですね、占領地を持った上で停戦交渉なんかしてしまうと、ロシアはまた準備をして次の侵略戦争をするということです。2014年にロシアが軍を入れて、そして傭兵、部隊を入れてドンバスを占領しました。そしてクリミアを違法な形で占領しました。そこから8年間
ロシアは次の戦争の準備をずーっとしてきたわけですよ。ウクライナは防御の準備をしてきたので、なんとか今、耐え忍いで反転攻勢なんかもしておりますけれども、ロシアが戦争の準備をしてきたという、まず前提があることを忘れちゃいけないということですね。なので、ここでロシアが占領地を持ったまま和平協定、中国が首突っ込んでくると、次の戦争が生まれてしまうということです。そして、中国包囲網という観点でも、中国はこの和平協定という、綺麗な、まあ、文言ですね、綺麗事を元にして、アメリカから他の国々を引っぺがすということをやりたい。グローバルサウスと言われる、これから発展してくる国々と共同歩調を取る、そして自分たちが温度を取るという形で、自分たち中心の国際社会の形というのを形作ろうとしてくるというふうに思います。それが中国にとって最も国益になることなんですね。ロシアの次の戦争を防ぐため、そして中国という独裁国家の膨張を防ぐためにも、中国のこの仲介案というのは絶対飲んではいけないということですね。ここに関しても日本は積極的な情報戦というのを繰り広げてほしいなというふうに思います。はい、ではですね、ウクライナの情勢少しだけいきたいというふうに思いますけれども、まずはですね、プリゴジンさんが謎の声明を出しましたというところですね。神パパさんでございます。よろしくお願いします。プリゴジンがショイグに書簡を送りということで、これがその書簡らしいんですけれども、まもなくウクライナ軍がバフムトのワグナーをロシア軍の主要集団から切り離すことが可能になると伝えたということですね。つまりどういうことかというと、もう戦う能力を失うということです。ワグナーグループが消耗をしすぎて、バフムートから離脱する。もうそういうところまで、ワグナーは消耗しているということをショイグさんに書簡を送ったということですね。まあだから要するに弾をくれとかってそういうことだというふうに思いますけれども、相当ワグナーグループ消耗していることだけは確かなんじゃないかなというふうに思います。その上で今度はウクライナが反転攻勢するための支援なんですけれども、こちらですね、ウクレインフォルム、EU 加盟国、ウクライナのための100万弾の砲弾共同購入計画に同意ということでございまして、EU 加盟国が共同でお金を出し合って100万発ですね。100万発の砲弾をウクライナに提供するという、そういうプロジェクトが、同意されました。でですね、現在ウクライナの反転攻勢に関して、まあいろんなことが言われてますけれども、そのうちの一つとして、西側の支援にも限りがあるから、次の反転攻勢が最後になるみたいな、次の一撃に全てをかけないとウクライナおしまいだみたいな情報も一部流れてますけども、そんなことはないです。この100万弾の供給というのは、2023年の末にかけて行われる、もしくは2024年にずれ込むかもしれないという長期供給になります。まだまだ長期的に、自由主義陣営がウクライナを支えていくという決意の表れでもあるんですね。という発表がなされましたということ。そしてもう一つがアメリカでございますけれども、アメリカはまた新しいパッケージを発表しました。3億5000万ドルということになりますので、400億を超える、500億近いような支援になりますね。で、ここでもですね、結構砲弾をたくさん供給する、155mm とかね、今直近で必要になっているものをずらっと並べたようなパッケージが提供されるということでございます。というところで、今ロシアのですね、侵攻圧力がかなり弱まっている状況の中で、ウクライナがどんどんですね、西側兵器が届いてきていて、訓練している兵士も戻ってきているような状況、そしてバフムートで脅威の粘りを展開しているというところなんですけれども、こういった支援を加速していくことで、ロシアの再びの侵略、そして中国が世界秩序を司るといったような最悪の悪夢のような事態というのを回避していってほしいなというふうに思います。とにかくですね、今ちょっとウクライナ優位な情報というのがありませんけれども、なかなか出てきませんけれども、そういう時もあります。戦争なんで。とにかくそういう時に、ウクライナを応援する気持ち、我々が強い気持ちを持ってウクライナにこれを送ることで、ウクライナの皆さん一人でも多くの命が助かって、このロシアの蛮行というのを止めていけるんじゃないかなというふうに思います。引き続き、当チャンネルはウクライナを支援していきたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。